こんにちは、ブロガーで作家のハーチューです。今日は本を読んだのでその話でも、勝間和代さんの最新刊勝間式ネオライフハックを読みました。これ数日前に出たばっかりじゃないかな。私予約してて、多分発売日に到着したと思うので、まだ出たばっかりだと思うんですけど、この間女性 YouTuber さん誰見てますかみたいなことを YouTube で聞いたら、結構な率で私の YouTube を見てる人は勝間和代さんの YouTube もチャンネル登録していることが分かったんですね。で、私ももちろん勝間さんの大ファンです。たまに勝間和代さんのことはご存知ですかっていうふうに聞かれるんですけど、もちろん多分勝間さんを知らない人はなかなかいないんじゃないかなっていうのと、あと実際にもお会いしたこと何度かあると思います。で、勝間さんウィキペディアによると51歳ってさっき見たんですけど、多分私が感じてきたよりももっともっとの女性への差別がある中でバリバリに働いてきて、でテレビもめっちゃ出て本も書いて全部ベストセラーで子供も育ててスーパーウーマンすぎるなというふうに思うんですけど、慶応の先輩でもありますね。本当にでもスーパーウーマンすぎて身近に感じられないって思うぐらい勝間和代さんの能力が高すぎるんですけど、特にここ数年の勝間さんの著作、ロジカル家事とかお部屋脱出プログラムはちょっとだけ親近感感じられるというか、すごく身近なテーマを勝間さんらしいロジカルで新しい視点で解説してくれる本で、複数回読み返してるものも多いですね。で、一番好きな本はお部屋脱出プログラムかな。Kindle で買っているので、ちょっとこれですって言って見せることができないんですけど、なんかもう全部さらけ出してて、部屋が汚い時代の写真とかも載ってて、めっちゃ好きってなりました。あ、なんかこんな完璧な女性でも、こう、苦手なこと、片付け苦手とかあるんだなって。でもそうやって苦手なことがあるからこそ、いろいろ勝間さんらしい方法でハックして、こうやって書籍で届けてくれて、この本確かすごく売れてた気がするんですけど、本当にいい本でした。うん。勝間さんのファンがもし見ていたり聞いてくれていたりしたら、一番好きな本をぜひコメントで教えてください。私も結構読んでる本だと思うけど、全著作まではチェックしてないかな。すっごい本たくさん出されてるので、多分何冊か読んでない本もあるんですけど、でも結構初期からのファンですね、勝間さんの。で、まあ、最新刊ももちろんその予約して発売日到着で Amazon で、買ったんですけど、最近の勝間さんの YouTube での内容が本になったっていう感じでしたね。勝間式ネオライフハック100、圧倒的に自由で快適な未来が手に入るっていうやつです。で、まあいろいろね、こう章ごとに分かれてるんですけど、私は第一章の問題解決、目標達成ハック、自分一人で頑張るな、環境と仕組みに注力しようっていうところが、まあ、特に学びになったというふうに感じました。まあ、すでに分かっていることとか知っていることではあるんですけど、改めて勝間さんの言葉で入ってくることで、まあ、そうそうそうだよねってこう自分に改めて染み込ませることができるというか、うん。で、その例えばその頑張るっていうのは見方を変えると自分一人だけではできない作業量ということですっていうのが出てくるんですね。だからその頑張るっていうのは禁句ですみたいな。これその0から1を生み出せる頑張らない働き方、最近中田敦彦さんが解説した本でも同じこと言ってて、頑張るって聞こえはいいけど思考停止してるだけですみたいな。なんか頑張るんじゃなくて仕組みで解決しようっていう結論、こうなんか達してる人って同じ結論に行きますよね。言い方とかその結論にたどり着く過程は人それぞれなんだけど、最終着地点はみんな一緒みたいな。まあ私自己啓発本とかビジネス本大好きでめっちゃ読んでるんで、この本とこの本同じこと書いてあるなーとかいうのもたくさん見つけるんですけど、でもね、これ読んで辰馬さんは本当まさに達してる人だなっていうふうに思いました。うん。あとね、その目標達成するには努力の9倍の環境整備をする。この9倍っていうのが結構勝間さんらしいなって私は感じて、ロジカルですよね。私だったらなんか目標達成するには
環境整備をしようとか、なんかたくさん努力しようとか言っちゃうんですけど、そういうたくさんとかいっぱいじゃなくて9倍ってちゃんと数字を出してくるのが、これがマッキンゼーっぽいなって感じがしたんですけどね。勝間さん経済評論家でだから、でマッキンゼー、アーサー・アンダーセン、 JP モルガンだもんね。数字に長けてるなっていう感じがしますが、まあこれ私の勝手な思い込みかな。うん9倍っていうところにそんな着目するのかって感じですけど、で勝間さん、ここで言ってるのが YouTube の配信セットを常に出しっぱなしにしてるって言ってるんですね。でそうやって環境を整備しないと目標達成できないよっていうことをここで解説してるんですけど、私も同じで、私も、まあ、今2日に1回と言いつつ結構なんだかんだで1日1回更新できちゃってるんですけど、それは私スマホにマイクつけて撮ってるんですね。で別になんかこう機材をたくさん出してこなきゃいけないとかじゃなくって、スマホにのマイクつけてるだけだから多分気軽に撮れるんだと思います。でしかもそのスマホとかももうなんていうの、三脚につけたまま机に出しっぱなしにしてるんですよ。でこれがね、まあ、もしその部屋きれいにしようと思って機材片付けたら、まあ機材出すのも3分ぐらいしかかかんないと思うんですけど、でもその機材出すので3分、片付けるので3分っていうこの6分増えるだけでもう心理的なハードルがめっちゃ上がるんですよ。なんかこうやらなきゃなみたいな感じになるので、だからなんかここも、あ、そっか、勝間さんも出しっぱなしなんだ、そうだろうねって思いながら読んでました。で他にもその環境整備した方がいいものないかななんてことをね改めて確認したいと思いましたね。私の場合は積ん読の本をこう、読んだ本と棚を別にしてるっていうのももしかしたらその環境整備に入るのかもしれないです。今 YouTube だと後ろに映ってる本棚があるんですけど、そこは読んだ本、読み終わった本しか置いてなくて、で、YouTube の撮ってる、カメラ側にある本棚は積ん読でまだ読んでない本を置いてるんですよ。まあ、これとかもね、やっぱその読んでない本が、まあ、身近な、あと手に近い場所に置いてあることによってこう読まなきゃっていうプレッシャーがかかるし手に取りやすくなると、これももしかしたら環境整備って言えるのかもしれないですね。なんかこういう環境整備系をまとめたら一本動画撮れるかもしれないなと今喋りながら思いました。あと朝起きた時に今日の最優先事項を一つ決めるっていうのも改めて自分の習慣を見直すきっかけを作ってくれたように思います。まあ、優先順位自体はいつもつけてるんですけど、確かにこう朝に今日はこれを絶対やろうって最優先事項を一つだけ決めると、それを達成することで達成感っていうのをちゃんと得られるので頭がスッキリするかもっていうふうに思いましたね。うん、こう一つだけ決めるっていうところが私にとってはあ、そうだなっていうポイントでした。というわけで、勝間式ネオライフハック、この100個の項目を見ながら自分はこれはできてるかなって点検作業するのにとても適した本だと思います。もしすでに読んだ方とかこれから読まれる方がいたら皆さんの感想も聞かせてください。多分ね、刺さる箇所っていうのは人それぞれだと思うので、はい、というわけでこんな本読んだよ報告でした。ではではまた。